皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディ茨スタの時間です。この動画は中学校1年生社会地理的分野ヨーロッパ州を眺めてについてです。よろしくお願いします。それでは教科書62、63ページを開きましょう。本日の目当てです。ヨーロッパの自然環境、民族、産業にはどのような特色があるのだろうかということで授業を進めていきます。まずは自然環境を見ていきます。括弧1、温暖な気候と広い平野。まずですね、ヨーロッパの地形、名前をまず押さえましょう。ではまず北から今日は行きましょう。こちらにあるのはですね、フィヨルドと呼ばれる地形です。硬い氷河によってですね、土地が削られていった跡が見られると思うんですね。このような地形をフィヨルドと言います。この辺りに広がっている半島はスカンディナビア半島と、呼ばれています。でこちらには大陸棚が広がっている意味ね、北海というものがあります。こちらには北大西洋海流が、南からですね、こうやって北の方に流れているね、赤文字であります。こちらからですね、解説をします。ここには、ね、とても狭いですね、海峡があります。ドーバー海峡ね、きっと軌道がある人もいるのかなと思います。こちらにはライン川、国際河川です。その南側にはアルプス山脈があります、きっとですね、皆さん聞いたことあると思うんですよね、アルプス、童謡なのでも出てきそうな、ものですよね、アルプス、西側にあるのがフランスとスペインの国境にあるですね、ピレネー山。最後にここらにあるのがドナウ川と呼ばれる川です。それではヨーロッパの自然環境の特徴、一つだけいきましょう。高緯度の割に温暖、緯度が高ければ高いほど、気温は低くなります。しかし北大西洋海流、こちら暖流です。こういったものや偏西風ですね、の影響で、比較的暖かい空気がですね、ヨーロッパに流れ込んでくるということで、氷の割に温暖である、このような特徴があります。続いて各国に多くの国々ということで、ヨーロッパの特徴的なものですね。小規模な国が多い、つまりですね、同じ言語や民族を中心に成り立っている。もともと一つね、大きなまとまりだったんだけども、そこらで細く分かれていったっていうことなんです。しかし複数の民族が存在する国では紛争が起こっている、これは全世界でもね、このようなことがあると思います。ヨーロッパといえばこれですよね、世界各国を植民地にした。昔ですね、世界で一番強いところはヨーロッパでした。あらゆるところも植民地か、支配していた。しかし今では国力は弱まっています。ということでヨーロッパの国々はこれからどうしていこうかと、それと模索しているわけですよね。では続いて産業いきましょう。括弧3、地域により異なる農業。地中海沿岸では地中海式農業と呼ばれています。夏は高温、冬は温暖で雨が多い気候を生かして、例えばオリーブ、トマト、これはまあオレンジですかね、そういったものが作られています。北西部や東部では混合農業、穀物栽培と家畜の飼育を組み合わせた農業です。最後に北部山脈周辺には酪農、その農業ですね、乳製品を生産する農業、
通信機構を生かしていますよと、ね、場所と農業の名前は必ずセットでですね押さえておきましょう。最後括弧4、近代工業の発展ということで、イギリス、フランス、ドイツなどで近代工業が発展、主に、重化学工業です。鉄鋼や自動車、そういったものです。しかしアメリカ等の発展で地位が低下していきます。そこで各国の資源や技術を共同利用するために統合を目指す動きが実は出てくるんですよね。今で言うと EU ですね。ということで、これからの授業ではですね、こちらです。ヨーロッパの国々はなぜ国家間の統合を進めたのでしょうかということについて詳しく見ていきたいと思います。それではヨーロッパ史を眺めての授業を終わりにします。ご視聴ありがとうございました。